ということで東京駅に着きました。めちゃくちゃいい天気なんですけども、人はまばらです。東京オリンピックまであと134日ということですけども、無事開催されることを祈ります。いや、コロナの影響だと思うんですけども、こんなにいい天気なのに外に出ないのはもったいないですよね。どうにしても風が冷たいです。思った以上に今日なんか気温16度って書いてあったと思うんですけど、めちゃくちゃ寒いです今。ということで来ました。またここはですね、皇居の近くの公園、隣にある公園ですね。もうめちゃくちゃお気に入りのところなんですけども、久しく来ていなかったので、やっぱここはいいですね。すごく気持ちがいいです。じゃあちょっとここでお話をしていきましょう。はい、気持ちいいですね。いや、春です。で、突然なんですけども、29,200日っていう数字、皆さんご存知でしょうか。はい、僕も教えてもらえるまでは全然ピンとこなかったんですけども、これはですね、僕たちの人生を80年とした時に、与えられた日数なんです。365日×80年=29,200日っていうことですね。なのでこの動画を見てくれている人が40歳の方であれば、残りの日数は15,000日っていうことになります。はい、どうでしょう、これ聞いて多いなとか少ないなとかいろいろ思うと思うんですけども、お金がもし失ったとしても、働いたりとかなんかビジネスすれば、入ってきますと。でも時間は本当に失ったら帰ってこないっていうことで、僕はもう散々ですね、当時のメンターから、その時間が一番大事だから、時間が一番貴重だから、本当に失ったら取り返しがつかないのは時間だけだっていうのを教えてもらったんです。でもそれを教えてもらえるまでの僕っていうのは、時間を本当に無駄にしていました。今思えばもう無駄だらけだなみたいな、無駄みたいな感じかなっていうふうに思うわけなんですけど、なので今回はダメだった自分にならないでほしいっていう気持ちを込めて、あとですね、その大切な時間を好きなことにフォーカスしたり、やりたいことにフォーカスして、どんどん人生を身軽になってほしいなというふうに思いますので、今回は僕がですね、感じてきた、というかやっちゃった時間の無駄リストっていうのを紹介していこうと思います。じゃあちょっとカンペを見ながら進めさせてもらいたいんですけども、まず一つ目は通勤時間です。これはいろんな方が散々言ってると思うので、別に僕に言われなくても分かってるよっていう人も思うかもしれないんですけども、通勤時間は本当に無駄だと思います。で、僕会社員の時に、三鷹から川崎に通っていたので、片道1時間40分かかってたんですよ、そのドアトゥードアで。そう、なので往復で言ったら3時間20分ぐらいですか、かかってたんですけども、でそれを、月に20回やりますと。でそれを12ヶ月やったら720時間その通勤時間、往復の時間に使っていますよと。720時間あったらいろいろなことできると思うんですよね。なので通勤時間中に本を読めたり勉強できますっていう人がいたら、それは有意義な使い方にはなるかなと思うんですけども、ただ満員電車にぎゅうぎゅう揺られながら、ああ辛いって思ってるだけの3時間だったり、あとはもうとにかくひたすら寝てるとかですね、そういうのは無駄かなというふうに思いますので、なので今回は通勤時間を無駄リストに入れさせてもらいました。あ、ちなみになんですけど、僕はその三鷹から川崎に往復していた時、もう無駄だなと、時間無駄すぎるなっていうのがすごい感じたので、なので引っ越しをしましてですね、会社の近くに引っ越しをしました。往復1時間以内にはその通勤できるようになったんですね。そう、なので本当に楽だなと思いました。はい、で2つ目なんですけども、ネットサーフィンです。はい、これは今でもちょっと僕もやってしまうわけなんですけども、平均して1日に3時間ぐらいはネットだったり YouTube だったり Twitter だらだら見たりとか、あと Pinterest 見たりっていう人が多いそうです。平均3時間ぐらいあるそうです。なので週20時間時間を無駄にしているっていうことになります。なので毎月80時間無駄にしているっていうことになります。1年で960時間無駄にしちゃってるってことなんですよ。先ほどの通勤時間は1年間通すと720時間無駄にしてることになりますけども、ネットサーフィン1日3時間無駄にしていたら960時間年間で無駄にしたことになります。なので通勤時間 と、ネットサーフィン合わせれば1700時間ぐらいを無駄にしちゃってることになるんです。そう、めちゃくちゃ怖いなというふうに思います。その1000時間を例えば YouTube だったり、またブログ書いたりとか英語勉強したりとかしたらですね、相当上達するんじゃないかなというふうに思うわけですね。とはいっても僕もやっぱり YouTube だらだら見てしまったり、 Netflix だらだら見てしまったりするので、そこは僕はタイマーを
セットしますと、もう60分タイマーをピッてセットして、その間はもう本当休憩時間ということで、もうダラダラひたすら頭を休ませる意味でボーっとするみたいな、そういうことをやってます。はい。で、次3つ目なんですけども、人の悪口を言う時間です。で、これは僕はまあちっちゃい頃、小学生ぐらいの時に、その友達と一緒にこうちょっとネガティブな人の悪口みたいなこと言ってたんですよね。そしたら先生が来てですね、おいショッピンと、今悪口を言ってたなと、その悪口を言ったことによって、その6年後、例えば小学校を卒業するときに、あ、自分はあの時悪口を言ってよかったなって思えるかどうかっていうのを先生にその時言われたんですね。もうその時全然意味、何言ってるのか意味が分からなかったんですけども、まあ、要するにその人の悪口を言うことによって何も生まれないよっていうことですよね。僕は中学校で卓球をやって、高校で硬式テニスをやって、大学でラクロスをやってたわけなんですけども、そのスポーツをやっている時間があったおかげで、今のその僕の基礎代謝とか運動神経っていうのがあるんです。なので、あのスポーツはやっておいてよかったなっていうふうに思います。ただ過去に言った悪口を、まあ、いちいち覚えてないですし、あの悪口を言ったから今の俺があるんだみたいなっていうのっていう、そんな全然ないですね。4つ目にマルチタスクです。マルチタスクって何かっていうと、同時にいろんなことをやるっていうことです。2つ以上のことを同時に進めるっていうことですね。例えばスマホを見ながらご飯食べるとか、仕事しながら YouTube を見るだったり、トイレしながらなんか人と話す、そんなシチュエーションないですねまあでも、まあ、そんな感じで2つ以上のことを同時に進めることをマルチタスクっていうふうに言います。フォーブスっていう有名な海外の雑誌があるんですけども、そこでは、マルチタスクが最大 40% も生産性を低下させるっていうふうに、まあ、書いてあるんです。なので、まあ、単純なミスが作られちゃったりとか、創造性がなくなっちゃったりとか、単純に時間の無駄っていうことをフォーブスさんははっきり断言しちゃってるんです。今マルチタスクをやってかっこいいなって思っている人は、まあ、諦めてくださいということですかね。はい。5つ目なんですけども、失敗したことをくよくよ反省する時間です。そうで、例えばこれ僕部活の時あったことなんですけど、テニス部、高校の時テニス部やっていて、それの試合がありましたと。で、なんかミスして試合負けてしまいましたとなった時に、もう1時間2時間ぐらいずっと、あ、自分なんて弱いんだとか、なんであそこああいうことやっちゃったんだろうとか、どうやればよかったんだろうみたいなのをこうくよくよしちゃうわけですよ。かたや同じ同期のやつでめちゃくちゃ強いやつがいたんですけども、その人はミスったとしても、あ、じゃあ次ちょっと修正すればいいやとか言って、またすぐ行動に移すんですよ。で、僕はもうくよくよして反省して、どうすればいいんだろう、メントレーとかやってやってたわけなんですけども、そう、上手い人はやっぱミスったらすぐ行動で修正するっていう癖がついているので、なのでどん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 強くなっていったんですね。特に会社員の場合はもうすぐ次の手ってやらないと、もうすぐなんかもう埋もれちゃうので、なのでどんどん行動していくっていうのがあると思うんですね。なのでくよくよする時間っていうのは本当に無駄だなと思います。で、最後6つ目はですね、目標目的がない時間です。で、これは目標だったり目的がない期間って言ってもいいと思います。で、どういうことかっていうと、僕が、起業をして輸出ビジネスを始めた時っていうのはやっぱ目標があるんですよ。月収これぐらい稼ぎたいとか目標がありました。で、それを達成しましたと。で、達成して、じゃあ次は、じゃあその時間を減らしていきたいとなった時に、だいたい1日3時間あればその目標金額を稼ぐことができてたんですね。で、そうやって時間もお金もできたらですね、その後別に何も目指そうと思わなくなったんですよね。なので、まあ別にいっか、このままのんびり暮らそうみたいな感じでダラ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 しちゃったんですよね。自分は現状維持してるつもりでも、周りがガンガンにこう頑張って上に伸びているわけなんで、相対的に見たら自分の価値とかそのレベルっていうのはどう下がってるとわけですよ。なので、それを感じた瞬間ですね、やっぱり頑張り続けないとなと、努力行動し続けないとなと思いました。そう、なので、なんだろう、目標だったり目的がないだらだら過ごす時間っていうのは、今はすごい無駄なんだなっていうふうに思います。はい、ということで以上6つですね、シェアしてみましたけども、いかがだったでしょうか。もうこの動画を過去の自分、ダラダラしていた自分に見せたいっていうぐらいですね、そういったものを厳選してちょっとシェアしてみました。なので、もしこの動画を見てる人が、あ、こういう時間の無駄の使い方してましたっていうのがあったらですね、ぜひコメント欄で教えてもらえたらなと思います。なので、今からブログ形式になりますけども、まあ、もしお時間がある方、興味がある方がいたらですね、最後まで見てくれたら嬉しいです。よし、じゃあお散歩しましょう。
東京にも用事がなくなりましたので今から電車に乗ります。はい、銀座に着きました。うわ、かっこいいっていうかいかついですね。これ男心がくすぐられてしょうがないですよ。さあ、そしてソニーストアに到着しました。あ、つけてみたいです。はい、ちっちゃいですね。何グラムですか。はい、こちらが373グラムです、ね。あ、ちっちゃい。あ、よれますね。あ、すごいすごい。よいしょ。はい、ということで満足したので帰ります。別に買うつもりもなかったんですけど、とりあえず見たかったって感じですね。いいものを長く使いたいっていう気持ちもあるんですけども、ただスマホ、パソコン、カメラに関してはどんどん新しいものが出てきてですね、そう、難しいですよね。ということで銀座での用も終わりましたのでまた移動します。よいしょ、ただいま。よし、はい、帰ってきました。今お昼の12時ですね。はい、じゃあちょっと気持ち切り替えましょう。はい、じゃあもろもろ片付けをしましょうと。いや、でもあれですよ、コメントでどうせ三脚置いてでまた戻ってきてるんでしょっていう風にコメント結構いただきますけども、その通りです。よし、じゃあ今から動画編集やります。Thank you.